えー、以前質問した茨城の方田舎のおです。よくさんのお庭に座長していたことが妻にバレました。無駄遣いをやめろ。そんなお金あったら私を寿に連れて行けると思いました。私は今まで難駄い遣いをしてたのでしょうか。はい。完全に無駄遣いです。はい。なので、あの、スパチャとか、こう、なんかオンラインサロンとかには、なるべくお金を払わない方がいいんじゃないかなと思いますけども。で、一応そのアベマプライムに出ていて、で、ABEMA プライムのなんか、ことでも喋りながらやってみようかなっていうのをちょっと考えたんですけど、で、今回その、 あの遅刻をするのののががいいかかなものか話っていうのやってうあたんですよ、ね、でまあ僕はあの遅刻 OK 派なんですけどその遅刻反対派の人がいてでこうお話をしましょうということになったんですけどで結局その遅刻に対して怒る人でその優秀そうな人を僕見たことないよなっていうのがやっぱりなんか同じ結論になっちゃったんですよね。 そのまあそこの,あのアベマプライムでも言ったんですけど例えばじゃあその大谷翔平さんとご飯を食べますで大谷翔平さんが30分遅れましたって時に怒そのなんか遅刻してきたから大谷翔平はなんか嫌なやつだとかならないじゃないですかあんな忙しいのにわざわざ来てくれてありがとうございますってなるじゃないですかでその遅刻嫌いな人とかがその遅刻をする人とは付き合わないみたいになってて。 いや、大谷翔平と飯食えるタイミングがあったら30分でも1時間でも待った方が得じゃねって思うんですよ。だからそこでなんか遅れてくるから仕事で仕事の話でしょってなるんですけど、じゃあ例えば大谷翔平とインタビューが取れるかもしれない。で、すごく忙しいスケジュールで、ひょっとしたらここで30分ぐらい時間取れるかもしれないけど、取れなかったらごめんなさい。みたいなのがあったとした時に、 じゃあ、来ないかもしれないんだったら、その枠いらないっす、大谷翔平のインタビューいらないっすってなるかで、それよりも、一応お願いしますって言って、1時間でも遅れて大谷翔平が来てくれたら、あ本当ありがとうございますってなるじゃないですか。っていうのが、その優秀な忙しい人との付き合い方だと思うんですよね。あの、極論なんだよなって書いてるんですけどあの、優秀な人と付き合った方が、仕事ってうまくいくんですよ。あのその要は 時間が余裕がある、その需要のない人気のない無能とばっかりと付き合うより、そのいろんな仕事が来て忙しい人と付き合った方が、世の中うまくいくことが多いんですよ。で、IT 系とかでも、優秀な人とやっぱりその仕事が多いので、打ち合わせたいですって言っても、あ、この時間無理っすとか、あのちょっと遅れるかもしれないっすっていうのも当然あるんですよ。なので、優秀な人と付き合うときは、時間遅れてくるのは当然だよねっていうので、別にそれに対して、 まあ忙しい人だからしょうがないよねっていうふうにしか思わないんですよね。その悪気があってわざと遅れたっていうのが分かったとしたらあこの人は悪い人だなってなるんですけどその忙しい人が遅れるのって本人のその状況じゃない場合も多いんですよね。 例えばそのなんかじゃあ大阪と京都で仕事が終わってそっから移動で着いた途端にインタビューですみたいな忙しい人ってざらにあるんですけどじゃあその移動の最中にちょっと事故があって遅れましたとかその前の件がちょっと遅くなってしまいましたとかっていくらでも忙しい人あるんですよ。でも暇な人って1日に1件2件とかしかアポがないからじゃあそのなんか間3時間余裕がありますみたいなので,で余裕があるから時間通り行けますなんですけど忙しい人ってそんな余裕ないよねっていう、うん。 なので、なんか、その、遅れてくる人が来たときに怒るというリアクションが僕、なので分かんないんですよ。その、すげえ無能が遅れてきたら、あじゃあもうこいつに仕事頼むのやめようで終わりなんですよ。別に怒るもなく。なので、なんかその、誰でも変えられるような仕事をしてるのであれば、まあ、そういは、例えばじゃあインタビューをします。で、写真を撮ります。で、その時に、大谷翔平の写真を撮るカメラマンが遅れてきて、大谷翔平の写真が撮れませんでした。これアウトです。 なので、誰でもできる仕事なんですよ。なので、誰でもできる仕事の場合は、時間通りにちゃんと来てください。これ当然なんですよ。で、ただ、それを目指しちゃダメだよっていう話なんですよ。例えば、じゃあそれが、その、なんか、荒木師匠とか言われる写真家の人とかだと、その写真家の人が30分遅れて来てくれれば、ありがとうございましたじゃないですか。でも、その、替えが利くカメラマンっていうのだったら、時間通り来なきゃいけないよねっていうので、 その、替えが利く仕事をしてるんだったら別にあの、なんか時間守って頑張れでいいんですけど、いかに人は替えが利かない仕事をするようになるべきかっていう話だと僕は思うんですけど、なぜかその時間を守り続けるをやり続けると、その、替えが利く人っていうポジションを変えられないんじゃないかなと思うんですけど。はい。 えーと契約社員ですすす不当人事にあっていままは省きますが契約書には双方の合意のあるときのめ契約変更可能であるため、これを復刻として社内コンプライアンスに申し立てて、地位の保全を試みています。証拠がない状態で、老基に言うと、お得になるのではないかと悩んでいます。どうするべきかアドバイスをください、えー、とその双方の合意は契約変更可能というのなんですけど、ただ、その不当な人事というのが契約の範囲内であるという主張される可能性が高いんですよね。 要はその例えばじゃあ、契約書の中で、その部長にならなければならないとかが多分書いてないとすると、じゃあ、部長待遇の別の部署になりますとか、じゃあ、主任になりますとか、もう契約の範囲内になっちゃうと思うんですよね。要はその契約書に書かれてる内容通りのことなので、それは双方合意の上の契約書内の行為ですよっていうふうに普通は言うと思うんですよ。会社が契約書を作るときって、そういう形で作るので、要はその会社がなるべく有利なように契約って作るんですよね。 なので、契約書を縦にやって、従業員、契約社員が勝つっていうのは、かなり難しいんですよね。いや、その、結局、その、善意で契約書を作る会社ってやっぱり少なくて、じゃあ、その、じゃあ、弁護士さんに、じゃあ、こういう契約書を作りたいんですよとか、社労士さんに反応を話したときに、こういう条文を入れておくと、会社にとって有利ですよとかっていうのを聞いて、あじゃあ、会社に有利な形で契約書を作ろうって、やっぱ普通なるので、なので、契約書を縦に戦うっていうのは、なかなか難しいことのが多いんじゃないかなと思います。 ま、詳細がわかんないので何とも言えないですけど。企業は営利団体なので、あの、事前事業とかではないんですよね。えー、ひろゆきさんは親に申し訳ないと思ったことがありますかありません、えー。僕は高校生なのですが、ひどい行為を繰り返して親を傷つけてしまいました。どう償えばいいかわかりません。なんで償わなければいけないと思うのかがわかりません。うん。か。まあ、なんかね、例えばじゃあ、えっ、ー、と、僕が飼ってた犬が、誰かを噛んだときに、 あの犬の飼い主である僕が責められるんですよ。で、犬がそれを償わなければならないとか思わないじゃないですか。なので、あの親はが勝手に僕を作ったわけですよ。で、そのおかげでダメージを食らったとしても、え、でもお前が作ったんじゃねえのっていう話なので。 その親が被るダメージは基本的には自分が作った子どものせい,いや自分が子ども作ったおかげでダメージを負ってるんですけどそれと原因となれば、うん、お前らが作ったからだよねって話なのでなので製造者である以上そこに責任を感じるっていうのがいまいち分かんないんですよね。 なんかその子供があの僕を産んでくださいって言って産んだんだあれば別かもしれないですけど、あのまあ基本的にはその子供があのお願いをして、あの親がそう作るってことはないので、なので別になんか何しても都合がいいんじゃないかなと思うんですけど、要は製造者責任というやつで。<laughs> えー、23歳高卒ニートです。営業職に内定をもらいました。営業のアドバイスをください。ノルマだのはないそうです。えっと、人と仲良くなるというのを主眼に置いてください。あの、 <熱>い <laughs> えっとあの営業の仕事って基本的には物を売る仕事なんですけどなのであのどうやって物を売りつけるかっていう禁止眼的に考える人が多いんですけどあのやっぱ営業の上手い人の話を聞いてると基本的に売る気ない人の方が売るの上手いんですよね。<laughs> まあ、どういうことかというとそのこれ買ってくださいっていう相手がお願いしてるとそれは自分が買うと相手は得をする。 で一生懸命営業しているということはこれは自分が損するんだなっていうふうに感覚的に人は思ってしまうことが多いんですよ。なのであのまず仲良くなりますと。で仲良くなった後にまに、あ、毎回毎回そのなんかうちの,その営業来てるなこの人っていうんででも何も物を売りつけてこないと。でずっと話してる時に。 お前そもそも何しに来てんのみたいなので、いや、実はこういうの売ってるんですよねみたいなので、で、別にあの必要だったら買ってくれればいいんで、あの別に話聞きたい時だけ言ってくださいみたいになると、割とその、偏方性の論理的なやつで、その、 話は聞いてあげた方がいいかなみたいなので、話を聞いてあげて、要は友人関係ができちゃってるので、で、話聞いてあげて、まあ、確かにこのじゃあ商品だったら、うちのこの部署だったら合うかもしれないよね、みたいな形で、会社内で他の人を紹介してくれたりっていうのもあったりするんですよね。なので、ね、まずその仲良くなって、その友達になるとか雑談ができる環境になるっていうのが先で、で、その後にあなたにとってこれを買った方が得かもしれませんよっていう。 その後から売るっていうのをやる人の方が割と商売うまくいってる人の話は聞くんですよね。なので、売りたい売りたいっていうのを前面に出すよりも、むしろそのあの本当に欲しいんだったら譲りますよとかっていう方が割と高く売れるっていうのがあって、なので、基本的にはその訪問販売から物買う人ってあんまいないじゃないですか。要はわざわざ売りつけに来てるっていうことは、それ売れない商品なんだよねっていうのがまあ分かりやすいじゃないですか。 で,でもじゃあそのマンションのペントハウスみたいなのって、訪問販売で売られることはほぼないんですよ。要はそのマンションって一棟だった時にペントハウスって一番上の階なんですけど、で、大体一番上の階一フロア全部バルごと売ったりとか、まあ、せいぜい二フロアとかにしちゃうんですけど、で、そういうするレアなものって、もうその元々の知見者だったりとか、その不動産屋さんのなんか仲のいい人とか、お得意さんとかに先に話が回るんですよ。要はそのペントハウスを買った場合は価格があるかある可能性が高いから。 要はそのマンションの一番上に住みたいって言ってる金持ちとかって別にプラス1000万円でもプラス2000万円でもあんまり気にしないんですよ。要はそのペントハウスが欲しいが先なので。でもその一般市民の人が買うような,なんか3000万円4000万円ぐらいのなんか中層階とかだと別になんかいくらでも売る人がいるから中層階買ったとしても値段は下がっちゃうんですよね。要は売る人が他にもいるから。っていうのがあるのでその売りに来ないものの方が価値がある。 で、あの、これ欲しいんだよねって言って、いやー、これほんと、たますくないですけど、お願いしますみたいなので、出してくれる商品のが価値があるというふうに、割と人は思いがちだったりするんですよ。っていうのがあるので、まず出し渋るっていうのと、相手と仲良くなるっていう方が、実は割とうまくいく可能性が高いんじゃないかなと思うんですけど。だから、その、例えばじゃあ、芸能人とかタレントさんとかが、あのもう、予定、バリバリ空いてます。いつでも呼んでくださいって言われたら、あ この人仕事が少ないんだな人気がないんだなって思われるじゃないですかで逆にあのすげえ仕事が入ってて今週の金曜日のこの時間ぐらいだったらなんとかなるんですけどって言われたらあこの人人気なんだって思うのでなのでそのこうバンバン頑張っておりますっていうよりはあんまり売りたくないんですけどねぐらいの方がいいんじゃないかなと思いますけど、えー、こんにちはフランスのスーパーで働いています値上げが続きなかなか業績が伸びませんフランス社会この先どうなっておりますか日本より不景気増しですかね給料も全然上がれません 日本人でフランスのスーパーで働いてるって珍しいですね。よくビザ降りましたね。学生でバイトしてるかワーキングホリデーとかっすか。でもワーホリでスーパーで働く人ってあんまいないと思うので、むしろなぜスーパーを選んだかっていう。あ、マネージャーをしてんのね。ああ、そういうことですか。ああ、はい、はいはい。あ、じゃあその、なんか声優とか提携してるところとかで、まあ、来てるっていう感じですね。はいはいはい。 あーで、値上げが続き、なかなか業績が伸びません。フランス社会、この時どうだったんですかいやー、あの、庶民向けはだいぶ厳しいと思うんですよね。で、あんまりその、スーパーの商品の値段上がってないんですよね。で、僕も割とその、安く売られてしまうものを買ってしまうので、要はそのあの、フランスって、野菜とか傷んだものを捨てるのが違法なんですよね。 なので、あの傷んだ野菜とか、まあ、その傷んでる魚とか肉とかって、安売りにして売らなければならない、もしくは NPO 団体に寄付しなければならないっていうルールなんですよ。なので、僕みたいな人ってスーパーに行くと、まず最初に安売りボックスを見るんですよ。で、その昨日買った魚とかだったり、あのひき肉とかは、その安売りボックスを25%引きから買ったんですけど、っていうところから見ちゃうので、 で割とそういうのが必ずまあ出,て出てしまうので、利益率はだいぶ低いままなんじゃないかなって思うんですよね。で、さらにその観光客は増えてるんですけど、やっぱ中国人があんまり戻ってきてなくて、ワゴンセールみたいですね。で、中国人ってやっぱアホみたいに金使うので、なので中国人がアホみたいに金使ってくれると、その観光業界とかレストラン業界で結構お金が回ったりとか、ブランド品にお金が回ったりするんですけど、 まだそこまでお金が回ってないので、なかなかなのでエネルギー価格がずっと上がり続けて電気代高いよねっていうので、なるべく安いものを食うっていう、その庶民向けスーパーは今後も厳しいままなんじゃないかなと思うんですよね。で、今日僕がよく行ってるスーパーのモノっぷりっていうところで、10%引きのクーポンが来たんですよね。で、ちょっこちょっこあるんですけど、その、 あのその要は生鮮食品とかって利益率めちゃくちゃ低いんですよ。うん、なのでそこでそのなんか10%引きとかでまとめ買いされちゃうとで僕結構まとめ買いするんですよ。そうするとその10%の,その、まあ、売り上げが下がったままでみんなに買われちゃうじゃないですか。ででも他のところも売り上げ増やしたいからカルフールとかもなんかそういうチケット配ったりするんですけど。 なんでなんか余計にそのなんかチキンレースみたいになっちゃったりしてるので、か割となんか庶民の生活を支える系のビジネスはフランスは厳しいんじゃないかなと思うんですけど、とはいえ、LVMH とかは売り上げ上がって株価上がってたりするんですよ。なので、要はあの高級商品とか金持ちが買うようなやつはフランス結構売れてて儲かってるんですけど、庶民向けの仕事が大変っていう二極化がだいぶ進むんじゃないかなと思います。 40代女です。私は幼少から過敏性で人間嫌い知らないとか近くにいると、お金でドッとする希病を持ちです。えー、嫌いな虫や動物を見た時の感覚に近い。いじめと家族にパワハウルけたのが原因でうつで障害年金2級七7万時給地方で持ち家ありで生活には十分ですが、人付き合いが苦手で孤独です。昔なら漫画と今はラノビを書いて成功を夢見ていますが、ひろキさん、この状態で生きるとしたらどのようにうまくいきますか希望の持てる上限をお願いします。えっと、まずなんか2つのことをごっちゃにしてると思うんですけど、 友達が欲しいっていうのと、なんかその、並行して社会から評価を受けたいっていう承認欲求の2つを多分ごっちゃにしちゃってるんですよね。で、あの人間嫌いで知らない人が近くにいると嫌だっていうのであれば、例えばでも、僕に対して今スパチャをして、そのムームーさんが思ってることを伝えるっていうのも、人間ととコミュニケーションであるんですよ、そのオンラインを使ったね。 なので、オンライン上の知り合いとか作ればいいんじゃないかなと思うんですけど、で、ラノベ書いてるってことはラノベ好きだと思うので、多分ラノベタイトルとかで検索して、同じ作品好きな人とかに、あの、なんかこれ読みました、感想こうですとかっていうので、なんか Twitter とかでネット上の知り合い作ればいいんじゃないかなと思うんですけど、で、これ好きだったらこういうのも似てるから面白いよとか、あとまあ,あのゲーム好きだったらなんかそのゲーム一緒にやろうとかっていうのがあったりするので、 なので、オンライン上の友達で作ればいいんじゃないかなっていうのと、あとその社会で成功して承認欲求を得たいっていうのは、別にあの、大成功する必要ないと思うんですよ。要は、あの、何か自分の作ったものが社会で評価さればいいってだけなので、なので、あの、なんかその、売れて大成功とかじゃなくて、普通に絵描いて、で、なんか Twitter で漫画描いてて、そこそこなんかみんなに見られて、面白いじゃんって感想をもらってる人っていっぱいいるんですよね。 で、ツイッターで書いた漫画を見て、出版社が声をかけてくるみたいなのもあったりするので、なので、なんか今、その書いてて、人前に出さないっていうのじゃなくて、まあネット上で自分が書いた絵とか漫画とかっていうのを公開していくといいんじゃないかなと思いますけど、で、結局その、じゃあ何の漫画を書いても、その人が見てくれないよねっていうのがあるので、人が見てくれるような漫画を書くっていうのが結構大事で、要は書きたいものを書くのではなく、人が見たくなるような漫画を書くなんですよね。 なので、もし漫画書くのが早いんだったら、今だったら、その、あの、野球の大会をやっていて、大谷翔平さん大活躍みたいなのがあるので、なので、あの、ワールドクラシックベースボール漫画で、大谷翔平大活躍の漫画を書きましたって、ツイッターで書くと、多分、RT する人とかでボコボコ出てくると思うんですよね。っていう感じで、あの、現状流行ってるものを漫画にするみたいなのをやるといいんじゃないかなと思います。えー、大谷好きなんだね。<laughs> あのね、面白いんですよね。あんな生き物が、 出ててくるのかっていう要はそのメジャーリーグっていうあのいやそのピッチャーの最高峰が世界中から集まってでバッターの最高峰が世界中から集まってバッティングはバッティングピッチャーはピッチャーでしのぎを削ってんのに「あ俺バッティングもピッチャーも全然両方いけるっす」みたいなもうちょっと「え今までの俺たちの設定と戦い方は何だったの?」っていう明らかにルール違反の宇宙人みたいなやつがいるんですよ。で,でも顔が銅眼っていいういうううどことみたいな なんかすげえ苦労して頑張ってその地位に上がりましたっていうなんか40代ぐらいの人がじゃなくて20代でなんかしないけど俺すごいっすみたいなでう,うわ苦労してなさそうみたいな感じも含めて超漫画っぽいですよあのチート感が面白いんですよね。えー、看護師7年目です去年転職したのですが中途という理由で私だけ勝手に賞与を減らされました。 納得できなくて上に抗議したのですが無視されたので上に乗り込んで満額も貰えならやめますと言って満額もらえることになりました万年人手不足なので足元を見てるなこいつって思われそうですが金を払わない職場に価値がないと思いますし今回のことで信用できなかったのでボーナスもらったらやめてやろうかと思ってますあやめた方がいいと思います結局そのあの言わなければその今回も多分自分だけ賞与が減らされたわ 周りの人に聞いて分かった状態だと思うので、多分隠したりすると思うんですよね。あるいは、他の人とかが、こういう賞与をもらったよとか、こういう手続きがあって、実は補助,なんか補助金的なのもらえるよみたいなのがあっても、隠していくっていうのをやるタイプの職場だと思うので、なんで、そういう職場だと、いらんことに気使うことになるんですよ。要は、本当は儲かってんのになんか騙して金ないとか言ってんじゃねえのみたいな。 なのであの、普通に働いて、普通に給料がもらえてっていうあの、普通の職場に去ったと転職した方がいいと思いますよ <laughs>、えー。離婚した元妻に2歳半の娘の下の名前変えると、面会交流の際に言われました。えー、と離婚し、字面の問題で娘の最大限の幸福のため、た、あちら側の主はあるんですが、よく理解できません。えー、名前は自覚だけでなく、愛着なる思い出があると思いますが、広木さんだと思いますが、えー、寂しいですが、娘はとても元気ですくすく座って懐いていてくれます。 えっと、あの、娘がどうこうという問題ではなく、元妻の人があなたのことを嫌いということです。<laughs> なので、あの、あなたと一緒に決めた名前とか、あなたと関わってる部分というのを娘から極力なくしたいというだけの話で、その、娘にとってどちらがいいかとか、そういうレベルの話ではありません。なので、もう嫌われているという事実を認めて、じゃあどうするかって話だと思います。で、えー、っとね、名前を変えるのはね、結構法律的には難しいので、 ただあの、頑張っちゃえばいろいろできちゃうんですよ。なので、もう諦めるしかないんじゃないかなと思いますけどね。えー、総務職についています。パワハラを受けて現在、仕事を休んでいます。転職を考えていますが、第一種衛生管理者資格しか持ってないので、資格を取ろうと考えていますが、ひろきさんの考え、無経験からの転職でも有利な資格がありましたら、お伺いしたく存じます。えっと、僕基本的にははこういういののてててを取れって言っ言るんでですけどであの 簿記を取れっていうのの理由として、そのなんか、あの、経理っていう仕事はどんな会社でもあるよっていうのも言ってるんですけど、で、あの、簿記を勉強するメリットって別にあって、あの、簿記を好きで勉強するやつはほぼいないんですよ。だからその、プログラムが大好きな人がプログラム系の資格を取るとか、じゃあ旅行大好きだから旅行代理店の資格を取るとか、好きだからやるっていうのが結構あるんですけど、簿記の資格に関して音声こもってますすいません。 好きでの勉強しててるやって見たことないんですよでもなんかその会社に就職しやすいとかなんか必要そうだからっていうので要はその自分の好きじゃないものでも必要なものを勉強して合格点まで持ってくっていう努力ができる能力っていう意味で簿記って割と分かりやすい指標なんですよね。 だその、なんか、あの、大学生の時とか女子大生とかで、英語好きだからなんか英検1級取りましたとか、なんかトーイックとかトールとかでいい点数取りましたって言ってるんですけど、ああいう好きだからやるは結構いるんですよ。好きでもないのにできるっていうのが割と重要っていうので、で、あとその簿記一回やっとくと、その会社の中のお金の動きっていうのが割と見えるんですよね。要はその、えっと、 えー、例えばじゃあその研究開発をしてそのなんかエンジニアの人たちがなんかもの作ってますとかででそれっていうのはその会社によってはその研究開発をしたという資産になったりするので。 なので、そこでバンバンお金を出したとしても、そのバランスシート上の損失にならないみたいなやり方があったりとか、で、逆にそれは単なるもう、あの、人件費ですっていうので、あの、バンバン経費として切っていっちゃうと、まあ、その分、あの、経費として使えるので、あの、税金行かなくていいよね、みたいな、節税するタイプの会社なのか、バランスシートが膨らんでる方がよく見える会社なのかっていうので、で、それによってその投資家からお金を受けたいのかとか、単純にオーナーが儲かりないだけなのかっていう、その、 会計上どういう処理をしてるかっていうだけで、経営者の考え方みたいなのも分かったりするんですよね。なので、その、じゃあ、えっ、ー、と、なんか、俺自分の会社は売る気全然ねえよみたいなこと言ってるけど、お前どう見てもバランスシートきれいにしてるような、それみたいなのあると、どっかから投資受けたいんでしょ、それみたいなのが分かったりするんですけど、っていう、その、 本来普通の人だったら、そのまあ一般の人だったら見えないようなのが、その経理の流れとかを見ることによって、あっ、これ経営者はこういうふうに考えてるんだとか、あここ脱税しようとしてるんだみたいなのも見えたりするので、 なのでその物事をそのえとバランスシートっていうのはあの BS と呼ばれていてあの資産がこれであの現金がこれでっていうのを表にまとめるっていうのが貸借対照表っていうのがありましてっていうのがあるんですけどだからそういうのによってそのなんか何年も続けてみるとあのこういう方向性でやってるのねみたいなのが分かったりするっていうのでなのであの基本多くの人って9割以上の人ってまあ会社員として暮らすんですけど。 でそうすると自分の会社がどういう形で先持っていこうとしているのかとかどういうタイプの投資をしている会社なのかっていうのが分かると、まあ、よりその会社に愛着湧いたりとか方向性をが分かったりするっていうのもあったりするのでなので知識として僕はの知識は持ってた方がいいんじゃないかなと思ったりします。要はその,あの個人事業主です誰とも一緒に働きませんっていうのであれば別にもう全部税理士さんに丸投げして僕記なんか知らねえよっていうのもいけるんですけど、まあ、会社員っていうのは会社に所属する以上その 会社の方針っていうのが分かる情報は多ければ多いほど得なんじゃないかなと思いますけど。<laughs> えー、総務職についてます。パワハラを受けて現在仕事を休んでいます。定職を考えていますがって、これ読んでさすった。すいません。えー、もし AI が子供を進化していったら、世の中の全ての生産物がコストゼロで作り出せるようになって、全てのものがただでに入るような時代が来るんじゃないかと思ってるんですが、そんな時代っていきますかえっと、スタートレックっていう映画が、あの、そういうテーマになっていて、 3D プリンター的なもので全てのものが完全に同じように複製することが可能であると要はその原子レベルで素材を作ってでそこの作った素材というのを組み立てるということができるとそのじゃあごそのなんかゴッホが描いた「ひまわり」っていう絵を全く同じものを作れるんですよね原子レベルから同じものを組み立てるのでなのでオリジナルものとの区別がつきませんっていうのができますっていうのになるんですけど でただ、あの現状それができるかっていうと、かなり難しいです。というのを、まあ、えっ、ー、と、なんだっけね、金の前の,あの原子に、めちゃめちゃエネルギーを加えて、金にするというのが、あの一応、その実験室の中では可能なんですよね。 要はその錬金術って言われる他の素材から金を作るっていうのを昔からその科学者とか研究者っていうのが、まあえー、の研究してきたんですけど、んで、あの現実問題可能なんですよね。なので、その金の前のちょっと文章忘れちゃったんですけどで、それにめちゃめちゃエネルギー与えて金にするは可能なんですけど、ただ、そのエネルギーを与えるコストが高すぎて、金買った方が安いんですよ。<laughs> まあ、あの、はがれもそういう話なんですけど。だって結局その、 この素材を作りたいよねっていう時に、その素材をその原子レベルで作り出すってコストが異常に高いので、それだったらもうその素材拾ってきた方が安いよねっていうことになっちゃうっていう。うん、で、一応その、まだ地球上ではそのエネルギー不足っていうのが続いてるので、なのであの無限にエネルギーが手に入るよねっていう状況になるまでは難しいんじゃないかなと思います。あだからダイヤモンドも一応作れるんですよね。 あの要はその炭素にアホみたいなそのあの圧力をかけていくとどんどんあのダイヤモンドのようなものができてで確かあのめちゃめちゃ圧力かけるとなんかすごい小さいダイヤは作れるぐらいまでいってるはずなんですけどただそっちの方がコストが高いっていう。えー、読まれたか分かりませんがあとジルコニアの方が安いっていう。 え、読まれたか分かりませんが、今は野球見たいので、もう一度スパチャします。修理で預かった車が事件の証拠品として押収されました。客、かっこ被疑者が持ち込んだ部品が工場に残っています。客とは連絡が取れません。部品が邪魔なので、こちらで売るなどして処分してもいいですか、えっと、あの、本来正しいアドバイスだと、 警察に聞いてくださいっていうのになるんですけど、ぶっちゃけた話でいくと、勝手に売っちゃって大丈夫です。<laughs> あの、警察の方からこの部品通りました？あ、もうナイス売っちゃいましたえ、だって売ったらいけないって言ってないじゃないですかって言ったら、しょうがねえなーで終わります。<laughs> なので、あの、さっさと処分、あの、警察に聞くと、あの、使うかもしれないから置いといてって必ず言われます。でも、ほぼ使わないんですよ。えー、事務所内での規制について。 10人ぐらいの事務所内で喫煙所が数名いて、えー、窓際で吸ってるんですが、匂いがきついです。えー、本社の人も順調に来ると同じところで吸ってるので言うことができません。労働基準監督署にランクしたら解決しますかしません。<laughs> えっと、あの、タバコ吸って欲しくないんだよなという気持ちはわかるんですけど、残念ながらタバコを吸ってるというのに対して、労働基準監督署の人が対応してくれることはありません。で、あるとすると、 えっとその社内規則とかでうちの会社は禁煙ですって書いている場合とかもしくはその借りてる建物自体が禁煙要はこの建物は禁煙ですっていう形で賃貸契約を結んでるとかっていうのであればまだその法律上なんとかできる可能性あるんですけど残念ながらあの労働基準監督署はあくまで労働法の中で守られている権利をなんののとかしてくれるっていう組織でタバコが嫌いでタバコの煙を吸いたくない権利というのはまだ労働 のの中にかかかれていないいなかななでで難しいですやるとすると,その、えー、と肺炎かなんかで診断書をもらってタバコの煙を吸ってしまうと悪化するっていう医者の診断書を持って私が働く場所ではタバコの煙がないようにしてくださいっていうふうに言うことで。 で吸って悪化した場合に、それは分かってて悪化したんだから、会社側に責任があるよねっていう攻め方はあるんじゃないかなと思うんですけど、えっ、ー、と、環境権はっていうコメントあるんですけど、あの、環境権という考え方自体はありますけど、あの、労働法の範囲内ではありません。なので、裁判をやったら勝てるかもしれないよね、みたいな話です。 えー、30歳独身女で YouTube2 年弱やっています。現在登録者2.6万人ですが、インボイスの関係から法人化するか悩んでいます。緑客さん視点と法人化するメリットでメリットを教えてください。えっと、収入によります。<laughs> えっと、収入の額がいくらかっていうんですけど、で、えっと、YouTube だとアメリカから直接振り込まれるので、インボイス関係ないんじゃないですか なので、あの、その、なんか、どっかの会社経由してお金もらってますだと、インボイスにしてくださいって言われると思うんですけど、そうじゃないんだったら、別に今のままでいいんじゃないかなと思いますけど。で、えっ、ー、と、その、まあ、あの、年間に、その、なんか、それなりの額稼いでるんだったら、さっさと法人化しちゃった方がいいんじゃないかなと思います。インボイスとはえっ、ー、と、あの、方針番号を、もしくは個人事業の番号を申請して、 で、その会社が経費として払うときに、そのインボイスの番号がある人に対して払う場合は、経費として落ちるんですけど、インボイスの番号がない人に払う場合は、経費として落ち、落ちないんだっけあれ、なんか税金逆にかかるんだっけ なんか忘れちゃったなんか知らんけど、あのその法人が個人に対してお金を払うときはインボイス番号が必要だよねということになっていて、それがない場合、どういうペナルティになるのかちゃんと調べるの忘れてたわ。<laughs> っていうのがあって、なので、会社から仕事を受ける人っていうのは、インボイスの番号を取らなきゃいけないよねと。で、もともと年収が1000万円以下の,あの個人事業主の人って、消費税払わなくていいっていうあの裏口があったんですよ。 要はその、えっ、ー、と、本来であれば、じゃあ売上が800万円ですっていう場合も、その消費税80、要は万円分、例えばじゃあその100、100万円のものを売った時に、じゃあ僕がじゃあそのなんか、ソニーに100万円のなんか、こう、人形を売りました。で、そうすると、この人形100万円です。で、さらに消費税10%で、110万円くださいって言って、ソニーは僕に110万円払うってなるんですよ。で、ところが、 売上が100万円以下だと、その110万円で消費税10万円もらってるんですけど、そのもらった10万円をがめていいっていうルールなんですよ。で、本来であれば、その消費税10万円もらったのは、消費税10万円もらいましたって言って、普通に税務署に払わなきゃいけないんですけど、100万円以下の人は、あ、そう、1000万円以下、練習が1000万円以下の人は、まあ、そんな儲けてねえし、大した額じゃねえから、猫ばばしていいぜっていう裏口ルールがあったんですよ。で、その裏口ルールを、 つぶそうとしてるのが今回のそのインボイス制度ってやつで、そのインボイス番号を出して、その経費を受け取った場合は、消費税をごまかして、その、あの、こう、懐に入れるというのができなくなります。要は猫側ができなくなりますっていう話なんですけど、で、ただ、その Google の海外から振り込まれる場合であれば、インボイス番号必要ってならないので、多分そこはがめられるままなんじゃないかなと思いますけど。 で、僕はもうインボイス制度をちゃんと説明すると僕インボイス制度賛成派なんですよ。で今個人事業主の人とかがそのインボイス制度になるとその要は年収330万円の人が30万円税その消費税取られちゃうからその自利品で暮らしている人がきついと。なのでそのインボイス制度良くないとかって言ってる人たちが割と個人事業主とか、まあ、漫画家の人とかに多いんですけど。で、 330万円で暮らせねえよっていう人はそれは年収の少ない人にどう補助金を出すかっていう収入の少ない人がいかに生活しやすくするかっていうその補助金の制度の方で解決するべき問題で消費税として預かったものはちゃんと全員消費税として税務署に払えよその方が平等だし公平でしょって話なんですよ例えばそのじゃあ漫画家ですっていうのでほとんど自分の手でやって回すっていう人が999万円の売上で で、99万円分の消費税をがめられるじゃないですか。でも、そのじゃあ、物を、そのなんか、あの、やり取りするような転売屋みたいな人で、で、じゃあ、例えば、その、100万円分のものを転売して、10万円にしか利益がなりませんっていう人がいたとして、で、その人が、100万円のもの転売を10回やりました。でも、それで売り上げ1000万なんですよ。 でも実際1個売っても10万円の利益しかないとしたら、それって10万円の利益10個で100万円しか手元に残んないんですよ。でも100万円しか手元に残んないけど、でも消費税はその1000万円分なんだから100万円取れって言われたら手元0円なんですよ。1円も残んないじゃないですか。それはかわいそうでしょっていうのがあるので、なのでその業種によって得する業種と損する業種が分かれるってやっぱり僕公平ではないと思うんですよ。なのでその、 あの手元に残るお金が1,000万円以下の人だったら消費税は払わなくていいよとかだったらまた、あ、公平性あると思うんですけど業種によって取られるその業種によってなんかがめられる額が大きい業種とがめられる額が少ない業種って分かれるのはやっぱりちょっと平等ではないと思うのでなので僕は平等重視した方がいいと思うタイプなんですよ。でただその生活が苦しいよねっていうのは生活が苦しい人向けにじゃあ家賃補助ですとか,なんかあの金貸しますみたいなのをちゃんとやればいいんじゃねえの がめるって何？えっ、ー、と懐に入れてしまうという意味ですえー。現在一般企業で正社員で働きながら大学院に通ってます。えー、この後大学院を休学または中退して転職をしたいと考えておりますが、転職の際に履歴書に大学院休学または中退のことを書かないといけないでしょうか？えー、社会長していった,ため大学院中退書なくて、も経歴に学歴がありません。無金たが幸いです。えじゃあ過去のくていいんじゃないですか？ たただ書いた方がいいい方がと思いますよあの大学院に通っていたというのはあのマイナスにはならなくて忙しくなってしまってやっぱり大学院あの卒業まで行けなかったんですよあそうなんですかっていうのでただその仕事と大学院両方頑張った人なんだなっていうのでプラスの方で受け取られることが多いんじゃないかなと思うんですけど「ガメルは標準語じゃないっぽいですね江戸弁かな?「ガメツイとかと多分そう同じ語源だと思うんですけど なんか本来、他の人に分けなければならないものを自分の懐に入れて、なんか黙って、その中のぜ全部取るみたいな、分けなきゃいけないのを、なんかあの自分で全部独占するみたいな意味で、ガメるという、悪い意味で使いますね。ガメるはいい意味では使わないですね。 猫ババ、猫バ,バ、まあ、猫ババってガメル、懐に入れる。うん。盗むとはまたちょっと違う。ガメルはね、法律には触れないけど、モラル的には微妙っていうのにガメルを使う。大阪も言う。あ、そうなんだ。業界用語。あれ、ガメル北海道弁なのなんか、東京は普通に使う気がするけども。 え現在27歳、精神疾患持ちの無職です。とある福祉サービスを利用検討中です。そのサービスは無料で Udemy を利用でき、プログラミング Python と統計学などを学び、センター IT で働けるスキルを身につけられると歌っているものです。よ木さんから見て、この福祉サービスは有効だと思いますか、まあ、無料だったらやってみればいいんじゃないですかあの、無料でやってみて、ダメだったらダメでも別に失うものはないので。 えー、動かないで稼げる仕事って何だと思いますか株屋さんとか、あと、あの、個人で稼いでる日本人のランキングでいくと、漫画家とか小説家とかは割と上位になるんじゃないかなと思いますけど、あの、なんか鳥山明さんが、 あの、ドラゴンボールの作者の鳥山明さんが、まあ、名古屋で、あの、住んでたんですけど、で、忙しすぎて、引っ越す暇もなくて、で、あの、本当に昔の話なんで、なんか、原稿料みたいなやつが現金できたらしいんですよね。で、現金も銀行に預けに行く暇がないので、あの、でも盗まれるとまずいからって、冷凍庫に入れたらしいんですよ。 で、冷凍庫にしたら、冷凍庫がパンパンに1万円札になってしまって、で、凍ってるからその、その、取り出すこともできなくなって、なんか万札の詰まった、どうしようもない冷凍庫っていうのが生まれたらしくて、で、さすがにどうかっていうので、で、東京に行くこともあるから、じゃあその、東京に引っ越そうかなっていうふうに、その、鳥山明先生がなったんですよ。したら、あの、名古屋市の役所が、あの、 飛行機乗るんであれば、飛行場行きやすいように、鳥山先生の家の前まで道路引きますって言って、なんかね、めちゃめちゃでかい道路作ったらしいのよ。で、それすっとばすとすぐ空港行けるみたいな便利になって、じゃあまあ、東京行かなくていいや、みたいになったらしいんですよね。というのがあったりするので、あの、割と漫画家は儲かるみたいですよ。はい。 えっと、25歳社会人です。30代の兄に,兄に数十万の金を貸してます。えー、金が返ってく、あ、えっ、ー、とね、冷蔵庫にお金を入れるは、その当時結構よくある話なんですよ。あの、なんでかっていうと、あの、溶かすのに時間がかかるから盗みづらいんですよ。 その、どこかタンスのどっかに現金がありますよとか、例えば泥棒が入りました。で、その、タンス開けて現金があったら取って終わるじゃないですか。でも、冷凍庫に現金があると、溶かさないと取れないから、すごい時間があるんですよ。ガリガリ削ったり。なので、結果として、冷凍庫にお金が入ってるっていうのは、まあ、入ってないだろうねって思う場合もあるし、入ってるのがバレた時も、取るのにお金が、時間がかかるっていうのがあって、防犯上実は悪くない手ではあったんですよ。 え25歳社会人で30代なのに数十万の金を貸してます。えー、金が返ってくる期待はすでに捨ててますが、えー、老後に向けて貯金中のシングルマザーの親、身内ゆくゆく結婚した時の私の嫁に無心しないか心配です。兄に社会人の自覚を持ち、これ以上の他人に無心せず、なおかつ私の生活が請をされなければ何でもいいので、良い策はないかと考え中です。よくさんのご意見聞きたいです。なお、金を貸しする方法、兄と絵を切る方法は知り合いの弁護士さんの相談です。えっと、まあ多分、あの、年に1回ぐらいお正月とかでみんなが集まるシーンがあると思うんですけど、その集まっ て毎年言うようよにしてくださいあの数十万円だから、まあ、例えば50万円だとしたら、あのみんながこう食事をしてる最中に、お兄ちゃん、あの50万円いつ返してくれんのっていうのを言ってください。で、多分、逆切れをするか、あー、分かった分かった、返す返すって言うと思うんですよ。で、多分返さないんですよ。そしたら、もう1年後、全く同じ質問してください。で、その時に、他の家族があ 去年した話、またしてるけど、こいつ1円も返してねえなってわかるじゃないですか。で、逆ギリしてんの見たら、あ、こいつに金貸すのやべえなとか、そう、返す返すって言ってて返しないと、あ、この人嘘つくんだっていうのがわかるので、返さなくなるあその。他の人も貸さなくなるっていうのがあるので、なんでお正月に、あの、詰めてみてください。 えー、ひろゆきさんらしいユニークな助言ありがとうございました。今まで月1000円だったお小遣い、月5000円までなら家計もなんとかなりそうです。ひろゆきさんのおかげで、明日娘に本件を問いな、正す勇気が起きました。えー、もちろん変わりますが。えー、私は男女交際で地獄を見てきた人生でしたが、ひろゆきさんの高校で援助交際のお世話ありましたかえっと、もし知っていえば援助交際経験者で幸せな人生を送っている女性の具体例など教え願えますか私なんかが何を言っても娘が援助交際やメロ少年うなん保険として。 えっと、僕の同級生で援助交際してる人の話は聞かなかったですね。で僕の高校、私服の高校だったんですけど、あののえっとその 私服の高校だったんですけど、制服で通ってる子たちがいて、で、なんでって聞いたら、売るためって言ってました。あの、僕はその、高校生だった当時、あの、ブルセラブームみたいなのがあって、その、使用済みの制服というのが高く売れるっていうのがあったので、あの、私服を着るぐらいだったら、あの、制服を着て、売った方が儲かるっていうのがあって、なので、あの制服を着てる子たちっていうのがいましたけど、なので、そういう考えだったんで、援助交際はしてないんじゃないかなと思うんですけど、で、あの、うちの彼女が、あの、女子 高出身でそのなんか、すごく頭のいい子で、援助交際をして金を稼ぎながら上地に行ったみたいなこの話とかをしてたりするので、なので、要はその、バイトに行ってお金を稼ぐぐらいだったら、援助交際の方が効率がいいよねっていうので、合理的に考えてお金を稼ぐタイプの人もいたりするので、良くないことではあるんですけど、手っ取り早く時間をかけないでお金を稼ぐ手段の一つとして、そういうのを考えて、うまくやってる人もいるんじゃないかなと思います。 えひろゆきさんは結婚は家同士のものだと思いますかいいえ えー、嫌ではないのですが、私の親戚は関係が規ですが、彼の側の親戚は関係が密で、なじめるか心配です。余力者のお言いにお聞きしたいです。えっと、日本の法律上は家同士のものではないんですよね。あの、昭和の時代までは結婚というのは家同士のものだよねっていう文化が強かったんですけど、一応今の法律上は、あの特に家同士のものはないので、知ったこっちゃねえやっていうので、切り捨てることは可能なんですよ。ただ、あの、それができるかどうかっていう人間関係の問題で、その旦那さんがちょっと来てくれないのは困るわ っていうのであればじゃあ2年に1回行きますとか、なんか行ってもいいけど1日で帰るよとかっていう、そのバランスを取るようにしてみればいいんじゃないでしょうか。 えー、別居して7年になります。理由は言葉の暴力、違法、ドラッグ、刃物をもっと追いかけたり、仕事が続かめパチンコだおです。連絡しても返信が来ません。早く離婚したいです。怖くてここまで来てしまいました。そのことで不定行為があり、バレ350万を支払いの厚生証書もあります。どう動いたら離婚できますかえっと、もう、別居5年してると法律上は離婚可能なので、あの、弁護士さんに普通に相談して離婚の手続きをしてください。 あの逆ギレしてその、攻めてくる場合もあると思うので、連絡先はあの弁護士さん以外教えないようにした方がいいいと思いますなのであの、早く離婚しちゃった方がいいんじゃないかなと思います。 えー、27歳男会社員です。僕の職場にいる自称サバサバ系のおばさん48歳独身は、噂林なゴシップが大好きで、毎日そういった話の聞き地蔵役にされとてもつらいです、えー。最近はひろゆきさんとも話題になっているガーシーンにハマってるので、どう見てもクリーンな人間では何も、さも現代の義足家のように伝えていていたいです。ゲスラーのことを楽しむのは自由ですが。 えー、人の悪口やとこ事情など下品な話を聞きとして口に出すと他人からどう見られるかと考えないのはなぜなんでしょうかえっと、まあ、あの、考えない頭の悪い人なので、まあ、それは変わらないと思います。で、問題なのは、それを聞くのが嫌だということが相手に伝わってないというとことだと思うんですよ。 なので、あの、相手が楽しくないリアクションをとってみてください。まずは、あの、まあ、それつまんないっすとか、それ面白くないっすって言えるんだったら多分言ってると思うんで、ただそういうのが言えない性格の人だと思うので、あの、スマホでゲームとか別のことをやるようにしてください。もうその人が話し始めたらいきなりスマホゲーム始めるとか、でなんかあの、ツイッター始めるとかっていうのをやると、あ、 そんなにこの足興味がないんだなっていうのを伝わると思うんですよ。で、逆にそのなんかツイッターやりながら喋ってるんだったらツイッター見てればいいので、ああ、そうなんすか、そうなんすか、へえ、って言って流してればいいだけなので、その相手の話を聞かなきゃいけないっていうので、自分の時間を使うっていう、そういう癖を変えればいいんじゃないかなと思います。えー、即極性の2型で投票中ですが、働きたい50代主婦です。えー、現住地は介護系の求人のみで、過去の職歴を生かした給職をするために都内に戻る必要があります。 闘病は13年間、寛解は難しそうで、障害者年金は月11万。以前は約20年都内で宅建取引士8年、倒産でキャリアを変え、MOT と MCSC を取得し、OS を作っている会社年金もマイクロソフトですね。激務 <laughs>、えー、で発病。この年齢やブランクでは無理ですが、預貯金は3800万円で、夫はそれを運用しろと言いますが、運用しろとはそれもはたけるのかも不安で悩んでます。 えっと、あの、マイクロソフトが義務だからまずかったっていうだけで、あの、各マイクロソフトで勤めてましたって言えば、別に他の IT 系でいくらでも仕事できると思うので、なので普通に、あの、就職申し込みすればいいんじゃないですかね。あの、気にしなくていいんじゃないかと思いますけど。 えっと、ひろゆきさん、助けてください。今日初めて自宅にゴキブリが出ました。夫が始末しましたが、1匹出ると100匹いるとよく聞くので、恐ろしくて眠れません。引っ越し以外で最強の室内のゴキブリ対策を教えてください。お願いします。えっ、ー、と、なんだっけ、女郎、足長雲か女郎なんとかモっていうのを飼ってると、あの、ゴキブリを食べてくれるので、なので、あの、雲を飼うようにするのと、あの、なんだっけ、フェレットだか、なんかね、イタチ系の、 あのその動物も割とゴキブリ捕まえて食べちゃうらしいんですよね。明日家具で猫はね。あの捕まえるタイプの猫と捕まえないタイプの猫がいるんですけど。なので、あのゴキブリ捕まえる系の動物を飼うといいんじゃないかなと思います。 えー、ガソリンスタンドでバイトしている大学4年生です。えー、勤続1年が経過して接客や作業に加え、シフト作成、採用面接、従業員の行動計画作成など任されるようになったんですが、担当が自分のみなのに、周りの方が時給が高い現状に振動さ業にしています。社長からは今後の社会経験になる、周りの資金がやらないから会社のために犠牲になるなどと言われるのが相まって少しやめたいですが、今から出しバイトが見つかる不安です。何かアドバイスいただけますかえっと、あのー、まあ、 新しいバイトを探してみていけそうなところがあった段階であの時給を何百円にしてくれるんだったら続けますけどそうじゃないんだったらやめますっていうので時給を上げるようにしてください。まあ、多分あの時給を上げなくてもこの人があのやめないよねっていうので舐められてるんだと思うんですよね。なのであの上げてくれないんだったらやめますよっていう形で交渉するといいんじゃないかなと思います。ビール一口飲んで。ちょっとこれで終わりなんですよね。あの前半にこぼれたので。はい なので今日はちょっとビールが終わったのでこんなところにしたいなと思いますけど。えー、ぷいぷいさんコメント書き忘れ。えー、科学エンジニアがフリーランスで働く社会は来ると思いますかかなり難しいんじゃないですかね。一応ライターさんみたいな形で、その価格系の記事を書くことで食うっていうのは、まあ可能っちゃ可能だと思うんですけど、 ただ、あの、エンジニアの給料が出る分だけ稼げるかっていうと、相当厳しいと思うんですよね。なので、あの、どっかの会社に所属する形か、あの、外国の会社に所属しといて、リモートで日本で働きますみたいな形でやるっていう方が、まだ現実的なんじゃないかなと思いますけども。 なのであのまあ、日本だとそのあの出社しろやってなっちゃうと思うんですけど、あの割とその外資系とかであの日本にそのあの拠点だけ置いときたいみたいなところもあったりするので、なのでそういうところにうまく採用されてリモート業務が増えるといいんじゃないかなと思いますけど。 はじ、えー、めまして、自分は工業高校2年で元々プロゲーマーとして活動してました。今も e スポーツが好きで自分で e スポーツに関連する事業をして月に70万ほど稼いでます。ですが工業高校なので来年には就活をしなければなりません。その際に就職すべきか、このまま事業を続けるべきかどっちがいいと思いますか事業は拡大の見込みありです。 えっと、あの、行きたいメーカーがもしあるのであれば、あの、メーカーで働きながら、あの、今の副業をやればいいと思うんですけど、ただ行きたいところがなくて、なんとなく入るぐらいだったら、月70万稼いでるのであれば、それを続けた方が多分、長期的には儲かる気がするんですよね。 で、あの、まあ、その、年間に1000万円ぐらい儲けてる仕事っていうのをちゃんと続けて、で、それを増やすっていうのの、まあ、まあ、何年か経ってそれができなくなったとしても、その事業を大きくしていくっていう経験自体は役に立つので、なので、じゃあ、あの、ネット上でこういうサービスやってこうやって儲けましたっていうのを、まあ、自分のあの、履歴として他の IT 系の会社に行くっていうのもありなんじゃないかなと思いますけど。えー、ゴキブリの天敵は足高雲で、ね、1日10匹ぐらい捕食するのでおすすめです。 大悟さんは家で足高雲を飼ってるのかな一 <laughs> 日十匹もでもゴキブリいる家って相当っすよね。10日で100匹でしょ。足高雲ってどれぐらい食えば生きていけるんだろう食わなくても生きていけるんですかねなんかその、要は1ヶ月で3000匹のゴキブリがいないと足高雲が餓死しちゃうとかってなっちゃうと、それはそれでなんかゴキブリを増やさなければいけないっていうことになるかもしれないので。まあ、ちょっとわかんないですけど、はい。 えー、友達が結婚します純ちゃん結婚おめでとうって言ってもらえませんか、えー、純ちゃん結婚おめでとうございます、えー、30代生まれてから重度の皮膚病で過ごしずっと一人で生きてるんですが何かコメントか人生を楽しむためのアドバイスをください普通になんか家で漫画読んでネットフリックスとか見てゲームやってれば全然幸せなんじゃないですかね 割と僕は、あの、人付き合いよりも家にいるのが好きなので、あの、知り合いの多い日本を離れたりしましたけど、あの、友達付き合い大好きですっていう人って割と多分日本にいた方が幸せだと思うんですけど、あの、まあ、僕とか、その、じゃあシンガポールに行ったオリエンタルラジオの中田さんとか、割と友達付き合いとかをそんなに重視してないタイプの人って、あの、海外行っても普通に幸せなんですよね。なので、あの、そういう人付き合い重視しない方の人の生活を真似してみるといいんじゃないかなと思いますけど。 えー、物心ついた頃から生きることに執着がありません。今40代独身ですが、就活はやっていますし、えー、癌や難病が見つかっても治療せず末期になったら乱落死の合法の国に渡って死のうと思います。会社を経営してますのでお金に困ってません。自殺もする理由もありません。ただこういうようなことを言ってると周りから鬱だと思います。鬱なんでしょうかえっと、鬱なのではなく単にそういう死生観の人っていうだけだと思うんですよね。なので、あの、周りの人にそれを理解してもらおうとするのは諦めてください。 あの、ま、聞かれたから説明したら周りがドン引きとか、で、一般的な価値観の人だと、あ、そういう考えをするというのは、この人はメンタル的におかしいんだな、みたいなのを勝手に思い込んじゃってるんだと思うんですけど、なので、一般の人を説得して納得させるのはできないと思った方がいいと思います。なので、ま、聞かれたら言ってもいいと思うんですけど、別にそれを、あの、なんか納得してもらいたいわけじゃないよっていうのと、あと別にそれで困ってるわけでもないので、私はこのまま生きていきますよっていう話をすればいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、昔の嫌な記憶がフラッシュバックしてしまい落ち込んでベッドから動けなくなります。このままではまずいです。ポジティブな気持ちになる方を教えてください。えっと、嫌な記憶がフラッシュバックした時はズボンを脱いでびっくりするほどユートピアって言ってベッド上に乗っかってケツを叩くっていう習慣をつけてみるといいと思います。 え26歳男です。交通事故に遭い私バイク5%、相手車95%でした。えー、重症の怪我で現在4ヶ月入院予定です。相手から謝罪の電話が来たのですが、バイクに気が付かなかったと開き直り、そんなに謝ってほしいならいくらでも謝ってあげますよと言われました。相手は60代、日雇い労働者で失うものはなさそうな方です。相手を許せません。ひろゆきさんだったらどのように復讐しますか えっと、あの、保険金をできるだけ高く分取るというのが復習の仕方で、その相手の誤る言葉が聞きたいとか、なんか相手が凹んでるのを見たいとか、そのあなたの感情をスッキリさせようとするというのにエネルギーをつかめばいいといます。なので、あの、入院の期間をできるだけ長く伸ばしてください。要は、あの、長ければ長いほどいっぱいお金もらえるので。 で、あの、なんか、こう、治療が終わりそうになると、なんか別の症状を言い続けて、なんか痛みが取れないんすよって言いながら、何か別の治療を続けるっていうのをやると、保険会社の人とかも、なんとかしてくんねえかなっていうので、まあ、だんだん、あの、お金高くするみたいな交渉が始まったりするので、なので、あの、ひたすら、その、損害額をでかくするっていう方向で頑張ってみてるといいんじゃないかなと思います。お、これで、なんか、いけるかなお、なんか、 えー、18歳男子高校生、底辺高校に通い、私立の看護専門学校に行くか、秀幸さんが前から行っている大学に指定校推薦で行くかやっています。指定校推薦で行ける大学は東京理学療法学科か東京薬科大学薬学部です。家庭的に金銭面に余裕がないので、小学金を借りようと思っていますが、看護では母親が気を払い、大学卒資格なら高い小学金を借りることになりますが、どちらかというと大卒の方がいいと思います。 あの、ま、普通にあの、大学卒業して薬学部出れば、ま、普通に働けば、多分年収5、600万円からスタートして、で、何年かで普通に奨学金返せると思うので、あの、今の18歳だと、その、なんか奨学金で何百万円も借りるっていうのは大変なことなんだって思っちゃうと思うんですけど、あの、ちゃんと薬学部卒で、それなりに稼げるようになると、ちゃんと返せる額なので、なので、あの、今の時点で見るのではなく、じゃあ30歳になった時に自分がどうなってたいのか。 で、30になってて、薬学部卒業して、薬剤師ですだと、もう多分借金解消終わってると思うんですよね。で、年収1000万円ぐらいになってて、まあ、普通に楽しく暮らせてますっていう状態とあ、専門学校卒ですってなっちゃうと、やっぱり専門学校卒の方が厳しいと思うんですよね。なので、あの大卒の方がいいんじゃないかなと思いますけど。IHI についてどう思うなんかロケットのエンジン作ってましたから、あれまだ作ってるんでしたっけ えー、お付き合いして半年になる彼女がいます。最近心臓に病気があり、60代まで生きられるかわからない、子供でもできないと告白されました。素敵な女性なのですが、結婚のことを考えると戻っています。結婚に大切なことは何だとひろクさん思われますか別に50代まで生きられるんだったらいいんじゃないですか あの、えっと、60代まで生きられるか分からないっていうのなんですけど、あの、人っていきなり交通事故で死ぬかもしれないし、コロナで死ぬかもしれないので、あの、60ぐらいまで生きられるんだったら結構普通だと思います。あの、平均寿命80歳なんですけど、なので、あの、土健康だったとしても、だいたい80ぐらいで死ぬんですよ。なので、あの、20ぐらい短く死にましたっていうだけなんですけど、ただ、 あの、ある程度の病気を持ってる人の方が、実は健康チェックをずっとやり続けるので、結果として変な病気にならない場合が多いんですよね。 あの、成人病とかで、あの、なんか突然脳の血管切れましたとか、あの、心臓の血管破れましたっていう人がいるんですけど、ああいう人って元々その病気とかがあんまりないので、病院に行く習慣もないみたいなので、いきなり大病してなんか大変なことになるっていうのがあるんですけど、持病のある人の場合ってちょこちょこ病院に行ったりして、ちょこちょこ血液検査とかしたりするので、なので変な大病にならなくて、割とあの、健康寿命はそれなりになかったりする場合もあったりするので、なので人生な、どうなるかわからないので、とりあえず結婚してみないんじゃないですか え、元カノに連絡しましたが、元カノの今の彼氏に過去にいろいろなことをしたことを訴えると言いました。え、警察に自首して行為、え、自首して行為をした店舗に謝るか、え、借金を返すと言われ、僕は借金を返すことにしました。位置情報はバレています。自業自得ですが、これで良いですかすげえ大事な情報を抜けてないですかこれ <laughs>。<laughs> えっと、まず、もともと何の話なのかがわからない問題なので、想像で話しますけど、えっと、 元彼の、今の彼氏に対して何かいろいろしたので、それによって訴えると言われましたと。で、えっ、ー、と、警察にそのなんか自習っていうのは多分自首だと思うんですけど、で、多分元彼がその風俗かなんかの店舗にいて、 で、それに対してその、なんかあの、で、ただやらかしたから元彼がお金を払ったんだけど、じゃあその警察で文句を言われたし、じゃあその払われたお金を返すっていうことにしたと。で、位置情報バレてますは、多分その、それで自分の住所が分かってしまうとかそういう話かな。なので、相手の元彼に悪いことをしてしまったので、元彼がその本気でこう攻撃をしてくる可能性があって、位置情報バレてるので、家まで来る可能性があるよね、怖いよねっていうのなんですけど、 で、自業自得ですが、これで良いですかもうなんかひたすら謝ればいいんじゃないですか多分もうやらかしてしまって、警察も味方にならないんだとすると、多分もう謝るしかなくて、で、下手すると多分その警察に本当に何らかの罪で言われる可能性もあるって話だと思うので、一回弁護士さんに相談して、まあ、あの誠意を見せるっていうので、あの、丸く収めるっていうのがいいんじゃないでしょうか何やったのまあ、ストーカー的なやつですかね。 えー、35歳男性、結婚して妻と子供2人います。7年前に別れた女性と最会うことになり、男女の関係になりました。相手は私が結婚していることを知りませんが、私と結婚したいとのことです。私も今の妻と別れ、その女性との結婚となります。<laughs> 離婚するための理由などアドバイスをいただきたいです。現在子供は2歳とお腹の中に1人子供います。このタイムで離婚の話をするのは気まずいのでアドバイスお願いします。えっと、冷静に考えていただきたいんですけど、あの、 えっと年収いくらですかっていう話に多分なっちゃうと思うんですよね。あの、えっ、ー、と、2人分の養育費で、で、不定なので、多分養育費で、月に15万円ぐらいは払わされます。で、えっ、ー、と、月に15万円を、所得税を払った後に払うのであれば、なんとかなるかもしれないんですけど、 でそうすると多分手取りで50万ぐらいはないと厳しいと思うんですよね。で、なんで50万ぐらいないと厳しいかというと、元の家庭に15万払ってますってなったときに、今の家庭に15万円以上払ってないと、その新しい彼女というか奥さんは絶対不満を持ちます。要は、元の金家庭に15万円払ってんのに、なんでこっちの家庭に10万円しか使わないのおかしくねっていうので、絶対揉めます。なので、その、 元の家庭に15万払うのであれば、その新しい家庭は20万以上使わなきゃいけないので、手取りで35万以上ないとかなり厳しいです。っていう状態で、でも20万円で生活しなきゃいけないとなると結構厳しいと思うんですけど、なので、その年収としては多分その500万以上ないとなかなか厳しいと思うんですよね。で、あの、今のご時世、その訴えて、その,あの認知させて、 で多分あのどこの会社に勤めてるとかも分かるので、そのいじめ料払わないっていうので、じゃあその裁判持ってって、会社の給料差し押さえとかもできちゃうので、多分逃げ切るのは相当難しいと思うんですよね。なので、あのえっと、今その、えっと、その男女の関係になった7年前の元彼女と、エロいことをしたいが目的だと思うんですよあの。結婚したいが目的ではないんだと思うんですよね。なので、あの普通に不倫し続ければいいんじゃないかなと思います。 要は、えっと、その35歳のその元彼女はシングルなので、なんとか結婚して安定した家庭を持ちたい。だから、その一緒に結婚したいって言ってらっしゃるんだと思うんですよ。でもそれは、あなたが離婚した後に、 その毎月15万円の、その、あの、養育費を払うというのは全く想定してなくて、シングルだから結婚したいと思ってるだけだと思うんですよ。でも結婚すると、あの、それだけの負債が来ますよってなると、多分結婚したいって言わないと思うんですよね。 なので、結婚相手が欲しいっていうところで、結婚したいって言ってるんだと思うんですけど、そんなお荷物いらねえよってなる可能性があるので、で、その、えっ、ー、と、その、井上さん自身の、井上さんっていうのかな、良介さん自身の、その、やりたいことは、単に元彼女とやりたいというだけだと思うので、元彼女とやり続けて、嫌われてください。 要はあの、口が臭いとか、体臭が臭いとか、うんこが臭いとか、何でもいいんですけど、まあ、とりあえずあの、やり続けるんだけど、金払いめっちゃ悪い。んであの、収入も低いからあの、しみったれてると。なんか、ホテル代も割り勘するみたいなことをやっていくと、そのうち飽きられます。あこいつと結婚するとまずいなってなって飽きられるので、なので、大人の関係は何回かやりつつ、あのスムーズに分かれて、今の家庭にはばれないっていう形でいけるので、 なので、あの、ま、その、金のないふりをするっていうのでいいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、金プリの団体がショックで気持ちが落ち込んでます。ひろゆきさんにあげましょうしです。まあ、でもなんか、ジャニーズ、いっぱいいろんな人辞めてるから、もう想定外でしょ。でも、脱退した後も、普通に芸能活動すると思うので、なんかその、グループ名とか名前分かるかもしれないですけど。 その芸能活動をしている人を応援し続ければいいんじゃないかなと思います。要は、ジャニーズ事務所を応援してたわけじゃなくて、その金プリに所属している人を応援してたいと思うので、その人の応援はずっと続ければいいんじゃないかなと思いますけど。えー、46歳、大手企業社員です。転職経験ありません。最近、同じ業務をしていた同僚が上場と合わず退職してしまいました。よってその業務ができるのが私だけになり、そのためなのか、プラス評価が急に付き始め、私を辞めさせないようにしているように感じます。 じゃあ市場長は嘘つくことがあり、信用できず私も転職すべきか悩んでます。文化部署の先輩は私に転職しないように仕向けてきます。転職しない方がいいでしょうか。えっと、ま、その、まだ嘘ついて困ってるっていうのがなければ、その状況に給料をめちゃくちゃ上げてくださいっていう交渉してください。で、上がらないんだったら転職活動すればいいし、その状況だと割と強気に出るので、てあの給料上がってラッキーっていう状況になるかもしれないので、なので、早めに、あの、なんかもうその交渉して、給料上げればいいんじゃないかなと思います。 えー、メルカリで不要な遊戯王とポケカを売った売上って課税対象になるでしょうかなります。年間20万円以下であれば所得税は申告表ですが住民税は申告必要みたいです、えー。さっさと税金を納めた方がいいですか。えっとまあその20万円以下の場合であればその税務署が入らなくてその地方税の方だけでその,あのその地方税の事務所の方があの独自にこう攻めてくるっていう確率は低いんですけどあの結構な額だとそれなりにこう来る可能性もあるので。 とはいえでも20万円以下ということだとすると、まあまあ来る可能性は少ないんじゃないかなとは思いますけどね。えっ、ー、と、京子林田さん、3200円払ったけどコメントなしと、えー。4月から新卒メガバンクです、絶対やばいと思っても上司が全責任を取ると口約束し、ミスったら全責任を部下に懐つける予兆を阻止する方法はありますか社内契約書、発言の録音は非現実的ですよね。 社内契約書は非現実ですけど、発言の録音は現実的ですよ。あの会社の中のものは録音したりとかメールを残しとくっていうのは自分を守るためにも重要なので、なのであの証拠を残す癖はつけといた方がいいですよ。あの、その、えっ、ー、と、携帯をその指先だけで画面を見ないで、あのロックを外して録音まで持ってくっていうのをやる癖はつけた方がいいです。あの、まあ、iPhone とかだとあのカメラボタンを押して、で、あのスタートがビデオになるようにしておくと、 その、えっ、ー、と、この右下のカメラボタンを押しっぱなして、で、その後真ん中のボタンを押すと、録画になるっていうのができるので、そうすると、まあ、あのポケットの中で映像は使わないんですけど、音は取れるので、なんだ、あの、手元だけで、こう、あの、カメラ解除にして、録画するみたいなのの操作っていうのを慣れておくと、あの、なんか、ふといきなり、こう、そういう話になって、こう、録音しなきゃっていう時でも、オタおたせずに、こっそり録音するっていうのができるようになるので、そういう癖を、Apple Watch だとね、ワンタップでできますね、はい。 そんなに器用にできる練習してください。 えー、こんばんは。初めてライブ配信にお邪魔しています。私は自分や接した他人の言葉や思考形態等が流動性を伴った形が脳内に見えるのですが、この脳内イメージをうまく言語化することがかなり難しく、特に文章じゃなくリアルタイムで会話をするとより流動性が激しくなり、コンディションによってはかなり変します。これは共感覚みたいなもの、類のものなんでしょうか。数字に色が見えるとかではなく、えー、言語や思考に立体的に質感のある形が見える事例を聞いたことがありますかえっ、ー、と、もう読んでる最中共感覚ですかねって言おうと思ったら共感覚でした、ね。 で多分学だと思います、はい、で別にあのその共感学でその数字が色になるとか匂いがするとかあるんですけど共感学って別にその人それぞれ違っていてえっとそもそも共感学とは何かって話しますけどえっとあのロシアで記憶屋さんっていうおじさんがいてそのひたすらこうなんかあの観客とかがあの数字を書きまくるんですよで書きまくってじゃあこの数字覚えるよって言って一瞬で覚えて全部合ってるんですよ で、その人が何で覚えられるのかっていうと、その数字を見たときに味とか匂いとか音とか、要は通常は目で見た画像の記憶でしかないんですけど、その数字というものによって、その味匂いとかっていろんな感覚がごっちゃになって記憶されてしまうんですよ。 なので普通だったら視覚だけの情報なんだけど、最初に足立区の匂いがした、足立区の匂いだからなんだだなみたいな、そういう感じでそのいろいろなその自分の五感を使って記憶をするっていうことができるっていうので、で、実はその共感覚って子供の頃はあるらしいんですよ、赤ちゃんとで、その赤ちゃんっていうのはその与えられた外部刺激の音だったり、その光、その映像だったりとか、その触覚だったりっていうのを脳がどう処理していいのかっていうのがまだ明確に決まってないので、 なので、その、視覚だったりとかと匂いがごっちゃになって記憶されるっていうのがあるんですけど、で、その能力がずっと残ってるもの、人で、大人でもその能力ある人がいるんですけど、まあ、それが共感覚っていうのがあるんですけど、で、別にあの、数字に色が見えなかったとしても、言われたことによって、その匂いだったりとか、その色だったりとかっていうので、で、その、例えばあの、音楽を聴いた時に、あ、この音楽懐かしいよね、この音楽って、あの時に、あの、 人とあの友達とあそこ歩いた時になってたよねとか、彼女とあのレストランに行った時にあの音楽聴いたよねっていうのも、ある種の共感覚なんですよ。だからその音楽という記憶と過去のエピソードの記憶が合致しちゃってるので、その音楽を聴くと過去の自分のエピソードを思い出してしまう。で、あの人間って、その、あの、なんかあの、えっと、 エピソードに対する記憶っていうのは割と深く覚えてしまうっていうのがあって、なので、あの、ただの音楽なんだけど、その音楽に行くと、その過去のエピソードと繋がってしまって、逆にその音楽も覚えやすいとか、あと、その、あの、えっと、その、えっと、中国のなんか、ンシ象深感なんちゃらなんちゃらみたいなのを、その、あの、もしもしカメオの、あの、リズムで覚えるみたいなんですけど、要はその、 物事を覚えなきゃ水平リーベ僕の船とかなんですけど、そのおも何か覚えなきゃいけない単語があるときに、音の節とかをつけると覚えやすいとかっていうのも人間ってあるんですけど、あれもその記憶そのものを文字列ではなくて、その音のメロディーとかリズムっていうのも含めて一緒に覚えることで記憶しやすくなるっていうので、ある種のその共感覚を使った記憶法でもあったりするんですよね。 っていうのもあるので、その言葉や思考に立体的な質感になる形で見えるっていうのも、それは別に共感覚の一種だと思うので、そういうもんですよっていうだけなんじゃないかなと思います。 えー、現在28歳営業職、先日営業職を解雇、機関職にどうなりました。営業解雇になった理由がお客様と話せない、忘れることが多い、えー、病院にはまだ行ってないがネットで調べてみた結果、発達障害、ADHD、ASD が溜まってました。えー、仕事を変えようとも以前から興味を持っていた水を目指そうともい本を読み漁ってます。1年半、2年でプログラミングをもへ値段の安い案件を少し少なし説明しようと思っています。医療さん的に向いていると思いますが、やってみてください。あの、えー、っと、 向いてるかどうかはやってみないと分かんないですよね。なので、あの、僕に行くよりやってみましょう。で、あの、とここの www 入門っていうサイトで、あの、HTML からスタートしてみてください。あの、HTML がそれなりに書ける人であれば、多分プログラムもそれなりに書けます。で、あの、えっと、とこの www 入門でうまくいかないっていう人だと、あの、ひろゆきっていう人が書いた、なんだっけ、あの、プログラマーはこう考えるみたいな本があるんですけど、あの、 プログラマー的なものの考え方を HTML と JavaScript でどんなアホでも分かるようにっていうのを一応書いた本があって。で、一応それ結構、あの、Google じゃで Amazon の評価高いんですよね。なんだっけひろゆきプログラム。ちょっとあの、コメントに頼りますけど、なんかね、プログラムの本を書いたんですけど、プログラミング独学の本。ひろゆきプログラム本、独学。 えっと、出てこない。タイトル忘れちゃった。えっとね、あの一応その、こういうのにしたらどうすかっていうのがあって、あの、基本的にその文章自体は僕が書いてないんですけど、割とあのなんか、それなりにきちんと携わって作った本なんですけど、タイトル忘れちゃった。ひろゆきで検索するといっぱい出てくるからわからないよう。あ、プログラマーは世界をどう見ているか。これです。はい。 一応そのあのコピペでも動くようにそのえっとね、ノート、その Windows だとノートパッドが開けて、で文章が書けて保存ができて、ブラウザーにドラッグドロップできる人であれば、そのプログラムとは何ぞやっていうのが一応わかるようになってるんですけど。俺これなんか Amazon でひるゆきのなんか著者ひるゆきで検索して出てこなかったわ。なんでだろう。西村ひるゆきになってるのかなまあいいや。はい。すいません。ありがとうございます。はい。 なので、あの、まあ、その、当本ダブルダブルダブル入門でできなかったら、そんな感じのを見てください。で、タイトル回収も終わってるのと、3時間過ぎたので、そろそろ、こんなところにしようかなと思います。本人書いてないから、一応書いてないんですけど、ただ、の、プログラムとかの、まあ、割とあの、ループこうやった方がいいですよとか、確かコードもこのコードの方がいいですよとかって、僕書いた気がするんですよね。なので、あの、割とそれなりに、こう、あの、手、手をかけた側の本ではあるんじゃないかなと思います、ね、何にもしない本も結構あるんで。 なのであの、まあ、前回も言ったんですけど前、前の方にも言ったんですけど、なんかその、著者ひろゆきの本を読むことで、こう、ひろゆきの考えを理解しようとして、なんかその、ひろゆきはこう考えてるみたいなのを、なんか雑誌に書いた人がいらっしゃるんですけど、あの、本僕書いてないんですよ。<laughs> なので、あの、本に書いてあることはまず僕の考えではない。んで、あと、よくある誤解なんですけど、あの、僕今その、いろんな質問を受けて、それに対して答えてるじゃないですか。で、それって、その、 その人のこういう条件だったら最適解はこれだと思うのですよって言ってるだけで、あの、僕の考え言ってないことが多いんですよ。要は、この条件でこういう状況の人だったらこうするのが最適じゃないですかで、僕はこうした方がいいですって僕の考え言ってないことが多いんですよ。なので、あの、割とそのなんか、YouTube でひろゆきがこう言ってるとかも、あれもそれも僕の考えじゃなくて、あなたのこの条件だったらこうした方がいいんじゃないですかっていうのなんですよね。 で例えばその僕、簿記の資格取った方がいいですよとか、大学卒業した方がいいですよって言うんですけど、あの、じゃあ僕がこれから大学入るかって言うと入らないし、僕が簿記の資格取るかって言うと取らないんですよ。<laughs> なので、あの、そこはその,その人その人によって合わせて言うっていうのをやってるので、なのであの、僕の考えかって言われると、あの、いやいやいやって思うので、あの、なんか誤解をしないように気をつけてください。はい。 エッグスタンドを買ったのは僕ではありません。うちの彼女です。はい、だからエッグスタンドを買うやつはアホであるっていうのは僕ずっと言ってるんですけどあの、エッグスタンドを買ったのは僕じゃなくてうちの彼女です。はいません。失礼しました。はいはい